岩倉市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。岩倉市は愛知県の北西部に位置する市。名古屋市に近くベッドタウンとなっている。県内で最も面積の狭い市で、全国でも10番目に面積が狭い市である。 農地平野の中に位置し、犬山線上地の先端にあたる。標高は8から12メートルで、市の中心部を北から南へ、ゆっくりと五条川が流れている。名古屋市と犬山市を結ぶ名鉄犬山線が通り、両市のほぼ中間に位置している。市の最北部を名神高速道路が通り、東の小牧愛市、西の市の宮インターチェンジのほぼ中間でもある。 そのため市内には流通関係の拠点が多数存在する。市政志向の際大技岩倉はいくつかの町名に再編され、大技宮前と旧島の村、旧豊秋村、旧洋村の区域の各大技は大技から町に置き換わっている。人口は県内の市では、八戸市、高浜市に次いで3番目に少ない。しかし人口密度は名古屋市、 海府郡を大春町、北名古屋市に次いで県内で4番目に高い。ブラジル人の比率が5%となっており、西尾有地区では1位の数字である。かつては木曽川が形成した犬山線上地先端の自然堤防上に発達した集落である。縄文、弥生の遺跡が市内に点在。鎌倉、室町時代は荘園として発展。戦国時代に岩倉城が 小田大瀬守るの居城となり、尾張北部の中心的存在であった。しかし、1559年、尾張南部の領州であった、織田信長に攻められ落城。この時、後に、土佐藩主となった山内和豊の父、森豊が落命したと言われており、山内和豊ゆかりの地である。明治、大正時代には、養蚕、養計が地域経済を支えた。現在、 ゆで卵の生産は日本一である。第二次世界大戦時は、市宮市等からの学童疎開を受け入れた。全国10番目の面積競争の地域の中心を、名古屋鉄道犬山線が通り、名古屋駅まで十数分の地の利から昭和30年代後半から、名古屋市のベッドタウンとして発展した。突起なき場合、岩倉40年の歩みによる。岩倉市図書館と、 辻田公園岩倉郵便局愛知県警察港南警察所作ランド岩倉金末8県展2005年に開催された愛知万博で愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれ一市町村一国フレンドシップ事業としてフレンドシップ相手国として迎え入れた愛知県立岩倉総合高等学校岩倉駅西口ロータリー市の中心となる駅 岩倉駅、鳥居だって民家神明生田神社にある山内和とよ誕生地の石踏五条川桜並木。ありがとうございます。